今 GU には春バッグが勢ぞろい。今季はリボンやシャーリングデザインなどガーリーなバッグがトレンドです。今週月曜日に発売したばかりの新作バッグがこちら。細かいギャザーのシャーリングデザインで横には大きめリボンが。実はリボンをほどくと長さ調節ができるんです。リボンをほどくと持ち手が伸びてショルダーバッグに。ツーウェイで使えるんです。ガーリーなコーデにぴったりなのはもちろん、ワントーンコーデの差し色にもなって存在感抜群。デザインが可愛くてコーデのアクセントになりますね。今日はこの春トレンド、ガーリーな新作バッグをチェック。 GU でもう一つおすすめなのが、何にでも合いそうな気がする。今時感あって可愛いと思います。それがこちらのハンドルバッグ。ギャザーになった持ち手がポイント。大容量で水筒や折りたたみ傘もすっぽり。しかもどんなコーデにも合わせやすいんです。デニムのセットアップと合わせるとカジュアルコーデになります。デニムに合わせれば爽やかに。スラックスと合わせるときれいめコーデになります。パンツルックだと落ち着いたコーデに。さらに持ち手を伸ばすとショルダーバッグにもできるので、プリーツスカートでスクール風コーデにも。シンプルなのでどんなコーデにも合わせやすいです。原宿のキャセリーニでは、今季はフリルデザインのバッグがトレンドです。大きなフリルのボディバッグやキラキラ巾着バッグにスパンコールフリルが人気なんですが、一押しなのがこちらのトートバッグ。ギャザーを重ねた立体感のあるデザインと持ち手のフリルがポイント。さらに普段使いしやすいんです。大きめの末広がり型なので A4 サイズも余裕で入る収納力なんです。可愛くて持ちやすくていつでも持ち歩きたくなっちゃいます。新宿のスナイデルでは、先行予約で大変人気だったバッグがアップデートして登場しました。それがこちら。新作はラメでキラキラ感をプラスしてより可愛くアップデート。透け感のあるシフォン生地は春にぴったり。さらに両端のホックを留めるとシルエットが変えられるんです。半月型からキュートな丸型にチェンジ。いろいろなコーデとも合わせやすいんです。ワンピースと合わせればフェミニンに、パンツスタイルと合わせれば大人っぽく、トレンドの肌見せシャツとも相性抜群。いろんなスタイルで楽しめるのがいいですね。どれも春のお出かけにぴったりですよ。